10年式手榴弾は1921年に大日本帝国陸軍で開発された手榴弾である。日露戦争以後、明治40年に正式化された手榴弾の後継として研究が進められたもので、第一次世界大戦中にヨーロッパの国々などで使用していた手榴弾を参考に開発が進められた。 研究当初は38式不標銃用の小銃敵弾としての使用が進められていたが、38式不標銃では小口径、超重心のために敵弾としての使用は実戦には不向きであることが判明した。そこで陸軍では第一次世界大戦でドイツ軍が信号弾の発射に使用していた発射機を参考とし、陸軍が開発した敵弾と、 10年式敵弾等の敵弾兼用の手榴弾として、対象10年に10年式手榴弾として正式化した。特徴として10年式手榴弾の本体上部には、発火用の新艦が、下部には敵弾発射時の推進用装薬室が装着され、本体表面には爆発後に生成破片が十分な密度で飛散することを意図して、溝が設けられた。 新艦部分は防発防止用の新中性誹防で保護され、さらにその上から安全線が装着されていた。十年式手榴弾は近距離の敵に対して手投げで交戦し、遠距離の敵には敵弾頭で射出するために開発された手榴弾である。十年式敵弾頭で射出される場合、最大射程は220メートルである。使用用途としては、 敵弾発射以外にも手榴弾として使用可能であり、投擲の場合には創薬室部分を外すことも可能であった。しかし創薬室を外した場合、玉体底面のネジ部分から内部作薬部分まで被覆するものがボール紙一枚と詰め物の,のみという状態であり、このことから投擲を行う場合は創薬室をつけた状態での投擲が好ましいとされた。爆発までの遅延時間は、 石段発射の特性上、6.5秒から7.5秒と、当時の一般的な手榴弾に比べて長めに、設定されている。10年式手榴弾は、玉体、策薬、進管、起爆等、創薬等から構成される。全微弾量は、約5 4 0ム。全体としては策薬を充填した玉体の、髪型から、感情の進管部分をねじ込んで装着し、 下方から装薬刀をねじ込んで塞いでいる構造である。玉体は中鉄製で外面に筋目が入れられている。生成破片の形状と大きさを適当とするためであった。玉体の上下2箇所には低身体があり、敵弾頭で発射するとこの低身体が玉体を安定させた。玉体上面と下面にねじ穴が設けられているが、上面のねじ穴には新管を装着する。 仮面のものは作薬を充填するためのものである。さらにこのネジ穴は、創薬とを落着するためのものでもあった。作薬には、塩と薬7 5ム、または茶かち薬6 5ムを用い、玉体に磁気点圧作した。新艦は、激震とバネを除いて、基本的に王道性である。新艦体は、上から順に誹謗、激震、バネ、来管室からなり、 この下に稼働がねじ込まれ、全体としては筒状を成していた。さらに、安全線と付属品に激震を回すドライバーがついた。新艦隊は中空の円筒形である。上端部に筒型の誹謗がつき、この内部には誹謗に抑えられた状態の激震とバネがある。また、誹棒は端部が4つに分かれて内側へ屈曲しており、 新艦体の溝と屈曲部が噛み合って止められていた。バネは激震を上へ持ち上げて、位置を保持するためのものである。これら誹謗、激震、バネを2箇所で貫通して押さえているのは、U 字型に似た安全線で、通した端部は90度開かれ、容易に抜けないようになっていた。激震は安全線が通されて固定されており、安全線を除去しなければ動くことはなかった。 希望をつけた状態の激震は、激震ドライバーで回すことにより、位置を上下調整できた。激震位置を完全に戻すと、激震が雷管を叩かない位置まで収納され、打撃しても発火することはなくなった。この激震構造の下には、雷管室を収めている。これは、激震の衝撃で発火し、下に接続された稼働に点火する。また、新艦体にはこの時の燃焼ガスを逃がす。 噴気口が設けられていた。新艦体株外面は、ネジが切られて、玉からだと結合した。新艦体株内面には、稼働がねじ込まれて装着された。稼働内部には、稼働薬が充填され、6.5秒から7.5秒を燃焼した後、下に位置する起爆筒に点火した。稼働の下場には、蛇の目鉄板が装着され、肝薬が抜け落ちないよう図られている。 稼働下部の起爆灯は、銅製の円筒で、雷光が0 7ム、また、妙亜薬が1 2ム収容された。この爆発により、作薬が起爆する。起爆灯と新艦の稼働とは、周囲を包む、中心艦で接続し、作動の信頼性保持を図った。他、起爆灯底部にクッションを敷いて、動揺防止と衝撃緩和を図った。装薬灯は、 敵弾頭で射出する際に、弾体底部にねじ込んで装着するものであり、創薬刀内部の創薬の燃焼ガスで弾体が放射される。創薬刀は、創薬室、テーラ、雷管室、指板、内刀から構成される。構造としては、弾体底面に創薬室上部をねじ込んで固定し、 創薬室底面をくり抜いて開かれた内部空間には創薬を収めた内藤が圧入されている。内藤の底に指板と祭祀を貼り、さらにテーラを創薬室にねじ込んで内藤の蓋としている。このテーラ内部にも雷管室があり、テーラの底面に設けられた雷管部分を叩いて創薬に点火できる。テーラ内部の雷管室と外部とは薄い鈴製の底板で塞がれている。 創薬室は、構成円筒形のブロックで、底面がくり抜かれ、内部に内筒を収める空間を持つ。また、中心管を当てて、位置を保持するためのくぼみを上面に持つ。側面には6箇所に、噴気口が開いており、創薬を燃焼させて発生したガスはここから、噴気される。また上部に、玉からだと接続するためのネジが刻まれた。底部にも一部ネジを切っており、 シバンとテーラを装着できる。内筒は薄肉の構成で装薬室の内部に密着しており、装薬を収容する。装薬としては厚さ0 2 4ト、mm、ルの無塩薬が1 1ム使用された。テーラは構成である。上面に雷管室を収容するくぼみが開き、このくぼみの中央部に敵弾頭の激震で雷管を叩くための小穴が設けられている。 焼結には、防湿のために、鈴の底板が貼られた。テーラ側面には、ネジが切られており、創薬室と接続しない糖の蓋となる。雷管室には、雷管が入れられ、添加薬に、小粒薬0 1ムが用いられた。薬剤が漏れ出すのを防ぐため、雷管を覆うように、ガンピ皮紙製の祭祀が貼られた。 テーラと内藤の間の指板は雷管室がずれないよう保持するためのものである。指板も底面に岩皮紙製の祭祀が貼られている。激震ドライバーはおよそ新刊10個につき1つが用意された。発火させるには以下のように取り扱った。使用方法は新刊に装着されている。安全線を抜いた後に誹棒を叩くことで激震が雷管を発火させる。内部の可動に 電化している間に投擲を行う。また敵弾発射としては10年式敵弾頭以外にも後に開発された敵弾頭89式重敵弾頭からの発射も可能であった。手投げの場合、まず激震ドライバーで新管内部の激震位置を調整し安全位置から発火位置へと新管内部の激震を突き出す。激震は 絶対安全位置から約4回転で 3.5mm 移動した。この後新管を下にして、右手で握り、安全線を抜く。握る際には、新管噴気口からのガスで火傷をしないよう注意する必要があった。左手で安全線の柵を握り、強く引いて安全線を取り去る。新管を固いもので叩いて発火させ、投げる。 誹謗を打撃すると、誹謗内部のバネに支えられた激震が降下し雷管を叩く。可動薬に点火し、約7.5秒後に弾体が炸裂した。敵弾頭で射出する場合、まず安全線を抜く。創薬室をしたとして、敵弾頭に入れる。敵弾頭の激震で創薬室の雷管を叩くと、その発火が内藤内部の創薬に点火して燃焼。 内藤を突破してガスが6個の噴気口から噴出される。ガスは手流弾を推進させるが、この際に手流弾の激震が完成により雷管を打撃する。手流弾は約7.5秒後に爆発する。安全線を抜いても使用しない場合があり、この時には安全線を差し込んだ後にタンブを九十度開いた。安全線を捨ててしまうと、この作業ができず、 いくつかは残しておくことが求められた。十年式手榴弾は半径5メートルに殺傷力を及ぼした。5メートル離れた破片生成密度は1平方メートルあたり3.9個で、うち重傷を与えるものが0.3個、その他の破片が3.6個である。敵弾頭による射出の場合のデータとして、柔軟な草地での5メートル離れた。 破片生成密度は1平方メートルあたり5.2個、内重症を与える破片は1個、その他が4.2個である。平坦な砂地、距離1.5メートルの条件では、破片生成密度が1平方メートルあたり19.3個、内重症を与える破片は2.1個、その他が17.2個である。平坦な健康地、距離ほぼ0メートルの条件では、 破片生成密度が1平方メートルあたり48個、内重傷を与える破片は3.5個、その他が44.5個である。また確実な殺傷範囲は半径5メートルであったが、危害を及ぼす可能性のある破片が飛散可能な範囲は半径300メートルだった。いて、投敵手は使用時にこのことを予想して、自らを防護する必要があった。 敵弾の命中しやすい場所に大量の手榴弾を保存することは禁じられた。また坂の下から早すぎるタイミングで投げると10年式手榴弾が戻ってきて爆発することがあった。これは爆発までの秒時が比較的長いことによる。10年式手榴弾を組み立てて使用できるようにするためには加工作業が必要であった。創薬刀を組み立てる手順は以下の通りである。 底部から髪型へと作業が行われた。まず薄い鈴製底板の底面に、ベルギーと呼ばれる油脂を厚く塗り、テーラの雷管質口の底に貼った。底板が固着すると、さらに接触部分にベルギーを塗り込み、水分の侵入を防止した。次に、雷管質側面にベルギーを厚く塗り込み、雷管質をテーラに押し込む。ベルギーがやや乾いたらさらに上から、ベルギーを塗り込み、 接触部分の空撃を完全に密閉した。テーラと一体化したライカン室に添加薬として骨部薬 0.1g を入れる。祭祀にベルニーを塗ってテーラ上面に貼る。指板にもベルニーを塗った祭祀を貼る。ややベルニーが乾いたら祭祀同士にベルニーを塗って貼り合わせる。こうして指板とテーラを接合した。この作業では中心を合わせる必要があった。 次に、テーラの底面にある激進口にベルニーを塗った。テーラの準備が終了したら、内藤外面に多量に、ベルニーを塗って、創薬室に押し込む。内藤仮面と創薬室の隙間にもベルニーを漏れなく、塗り込んで入念に防湿した。この後、内藤に創薬を1 1ム入れる。テーラの上面に貼った芝が確実に固着するほど、ベルニーが乾いたら、 テーラのネジ部分に黒アニスを塗り込んで、創薬室に結合する。結合後にも隙間に黒アニスを塗り込んだ。玉体に作薬を充填するには、加工産業用の小さな台とロートを用いた。台は直径 50mm で高さ 85mm、ロートは直径 55mm、高さ 36mm である。これら王道製の台及びロートは、 玉体に設けられた上面と仮面のねじ部でそれぞれ接続する。台は中央部に新幹中心管と同様の大きさを持つ中心管が立っている。作業に当たりまず団体内部を清掃する。次に玉体を逆さにし、ロートを玉体仮面に、台を玉体上面に取り付ける。この時団体内部には新幹体が本来ある位置に台の中心管が通っている。 この中心管にはあらかじめ専用のボール紙が巻かれており、作業後、中心管を抜いた際に作薬が漏れないようになっている。塩と約 75g、または茶かち約 65g を少しずつロートの中へ入れ、玉耐火面の中心管と玉体の臨場の隙間から作薬を入れる。入れた作薬を棒で突き固めながら均質に点味する。終了後、 玉体からロートを外し、中心管の上から作薬が覗く箇所に専用のボール紙を当て、作薬が漏れるのを防ぐ。台を外し、玉体のネジ部を掃除する。この際に作薬がわずかでもついていないよう注意する必要があった。掃除後、玉体底部に創薬室を結合する。この時クロワニスを塗り込んで防出した。次にボール紙で覆われた。 中心部分を掃除して、クッションを創薬室上面に入れる。その上に、起爆灯を静かに挿入する。次に、簡薬脱落防止の蛇の目鉄板を入れ、装着する。新幹ネジ部に黒ワニスを塗り込んでから稼働を、新幹中心管内に接合する。接触部にも黒ワニスを塗り込む。10年式手榴弾は、火薬、雷管等の家具。 弾丸部品などに分解して保管した。一線部隊へ交付する際には、兵器シで完成させてから輸送した。この際、激震は絶対安全位置にされ、ベルギーを塗って勝手に激震が回らないよう保護した。演習用として10年式で投げ、演習用英化手榴弾、敵弾等での射撃訓練用として10年式発射演習用英化、手榴弾が用意された。ありがとうございます。